がちょっとわからない。
お道路がありますので、もう人生の時もその自分が、まあ、頭の中でこう変えていく映像をですね、私のことは本当に好きなんで、角度もあらゆる角度から出てるんですよ。自分の痛い方向に。で、この多分去年はね、ちょっと上空ですね、天候機からね、どれぐらいかな、どうでしょうか、誰も信じている
というか、我々ができない記憶がいいなというふうに言われてしまうんですよね。そういう、この時からそういう時なのか、いつ頃からそういうパターンが出したんですか。そうですね、私が気がついたのはね、3歳の時に車検場、車の車検場に持っていて、で子供を連れて車検に出すのに、この車のこう修理してる置いてあるところを歩いたりとか、このお店のところとかうろうろしたんですけど、で家に帰ってきて、つなぎたいです。
そうね、右の方まで描くんで、すごい大きいパノラマやね。
か。え、これは何でしょう。防衛省。防衛省ですか。え、住所どこになるんですか。ここ新宿区。ここ、ここ、え、ここは渋谷。渋谷、渋谷。え、これ新宿。そうそう、え、新宿と新宿です。私地図がわかんない。入り組んでる新宿です。はい、そうです、そうです、そうです。東京23区は入り組んでてごちゃごちゃになりそうです、ね、聞いてるだけでごちゃごちゃになりそう。ただ難しくありそうだ。難しい、うん、想定はちょっとわかんない。今日はモノクロシリーズで行くのね。モノクロ、いろんなね、随分もいろんな色があるけど、一緒に地下鉄でポンと目的地に行くので、全体のこういう日やね、こうやっていろんな位置関係どうでしょう。そうですね、あの、私東京が長いので大体位置関係は全部ほぼ分かるんですけれど、やはりあのこれ全体を見るっていう経験はしたことがないので、あ、すみません、ちょっと質問なんですけれど、あの、堀川さんはこの全体見たことはないわけですよね。彼も聞いてみません。スニアさんは全部全体見たことありますかって。大体は、大体はですね、7割くらい。多分、飛行機乗って羽田までは行ったことある。上空はね、で、あんまり羽田空港の見る前は、まあ、見てますよね、毎日ね。でも、この全体をこうパーッとゆっくり、この範囲でそのヘリコプターが乗ってもらうので、ぐらいの校舎になったことなので、今7割って言ったけど、記憶力がいいというだけではなくて、その何回か見たその場面場面が全部立体的に頭の中に入っていて、それを再構成しているということですので、そうですよね。多分そうと思いますよ。そうです。多分これぐるぐるの立体版見たことあります。ぐるぐる。あれかな。あれ。ぐるぐる。なんか大きい範囲でぐるぐる見えるから。でもすごい。
カイツリーの一部ね、と気がついたんです。あそこにあるんです。これまではもっと東京タワーとスカイツリーの位置が離れてると思ってたんです。普段ね、あスカイツリー行きたいな、東京タワー何回か行ってるんですけど、これだけ入ってくれて初めて私も物の位置関係だったのは分かってた。びっくりです。大丈夫みたいですね。好きなことなんで。ちぎりのがよしぐらいで3時間ぐらいかかるんですよ。でもこので、ね、畳の前のでっかいキャンパスで生まれて初めて、しかも初めて人前でライブの日本初だっけ日本初ですね。日本初、私の顔は日本初。そしてもうここら辺あたりはもうお台場、お台場になっています。ベッドブリッジとかもある。そうそう、すごい。この奥に来てThank you.
ほら、あとどれぐらいで終わるかって。いやいや、終わる、終わる。感染がどんな感染がどれぐらいになるかというのですね、確かに気になりますね。行きましょう。わかりませんね。わかりませんね。わかりませんね。そうでしょ。だってあんだけの大きいの。こんな風に1時間半かかるの、車で。はい。歩いたらどれぐらいかかります？わかりません。やっぱあるね。ね、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 覚えられない。新宿御苑とか、こんな普段書いてませんので。うん。
こはビルなんでね。でビルの近くにある本はまあ、あるんですけど、今日はだから横に引き伸ばしてパノラマのところに、ちょっとないところのようなやってきてます。すごいです。初めてです。こんなで、ね、近くで見てもすごいんですけど、離れて見れば見るほど、あの、なんていうんですか、私たちこう、地球儀を見ようと、すごい今、上空からね、景色を見てる。この後、3時からはそのノーカーアートを、
Thank you.
隠し事なんですもんね、嘘も言えず、うん、全部参加すること分かってたんですけど、最近もう二十歳になってね、なんかちょっとあの、ね、喜んだらなみたいな感じでびっくりさすようなことをなんかできるようになってきたんですよ。今日はまさにそれをしてくれています。ちょっとまあ不明なんですけども、まあ3つぐらいの、まあビルってそうだ、
いくらぐらいですね、そうそう、出る値段あら立てるんですよ。例えばアベノハルカスだったら1300億円、やっぱり奥さんで建てるのね、やっぱりなかなかね、ちょっと我々には分かりました。その住宅で2000万とかね、そのぐらいは分かるけど、何億とかなったらちょっと桁が違うので、ね、そしてこの六本木ヒルズなんか作られたのはな、この六本木ヒルズの建造費はなんと、ここら辺総合でなんと2700億円。スカイツリーはなんと、650億円。東京タワーの建造費は確か3億円。ああ、3億円だったらなんか3億円事件が起きてなかったし、なんかもう自分に見て参考な、それで3億円な。なるほど、なるほど、なるほど、すごいね。っていう、ビルのいくら費用がかかるまで知ってますよね。そんな考えると、本当に都心のこの、ね、何億も、やっぱりすごいね、都会は。まあ、確か地震の時にかなり揺れたのね。地震の時に G ビルが震度でした。 G ビルや東京センタービル、他のビルも何もかもかなりね、かなり高かったのね。上の方が、下よりも上の方がもうぐらいが大きかったんですよ、ね、で、この頃のこう上にその重しをなんかことで、その振りが弱めて高層ビルのところがね。